はいみなさんこんにちはゴーイチコラボのハットルと申します今回はシビトス鑑定士の大串紀子さんといろいろとお話を聞いてみたいと思います今回ですね大串さんの方は秩父の方にお住まいということなんでちょっとズームでね収録して撮らさせていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめまして大串紀子と申します はい。今回はい、はい、2021年の運勢ということで。そうですね。うん、はい。<laughs> 一応あのそのシビトス、うん。はい。まああの知ってる人は知ってるよっていうことがわかりませんが、うん。一シビトスってえー、っとどこどこのうまう生まれの、あはは。戦術。<laughs> そうですね。はいはい。うん。元は中国1500年前の中国で生まれたとされているので、はいはい、まあ東洋戦術ではあるんですけど。はい。 十巻十二子あのュー水銘が使っている十巻十二子も使いながら、はい、あの北斗七星と南斗六星の星を使った星占いになってます何かねあの台湾の方でも結構メジャーな占いだっていうことで聞いたんで,です、ね、ちょっと一応は<の>背景を。<laughs> <laughs> 9分ですね。はいはい はい、そうなんですねあの。台湾の方に言うと、シチュー睡眠とシビトス、はい、二大特ップ誠と言われていて、はい、誰もが知っている占いになってますね。ね。なるほど、ねうんま、その中で、シビトスでじゃあ,、えーまあ、2021年どうなんだろうということで、いろいろ見てもらったんですけども、うんはい、どうなんですかね。その そうですね。あのシビト数では体験と呼ばれる十年運がえっと二千二十年今年から変わっていて、今年コロナというねあの大変なことがあとねあのシムタウイルスがはしゃってしまって、でいろいろこう生活が大きく変わってるんですけど、あのシビト数で見るとまさに今年からその生活が大きく変わるっていうああそういうふうになってるんですね。そうなんですよ。あの価値観が変わったりとか考え方が変わったりとか、うん。 ちょっと、こう変化と激動の十年にはなってくる感じですね。あ今後ですね。今年から十年。二千二十年から年、ね。ということですね。そっか、まあ、じゃ、大変な十年を迎えていく、激動の十年ということですかね。そうですね。うん、ただ、まあ、来年二千二十一年は、はい、あの、まあ、今年ほどではない感じはします。はい、ただ、やっぱり天気の年にな。っ この先もあのいろいろさらに価値観だったりが変わってくるというのはま、はい、まああある、ありますね、はいまあ。そういうのでしびと数っていうね先日の課題で、まあ、見てもらった見てもらうと、うん、まあ来年2020年は、うん、どういうところに1個とかねもし注意したらここ注意したらいいよっていうのがあったらなんか。 そうですこ今年も3、ね、密を避けるということで、ね、人との接触ができなくなってしまった1年だったんですけど来年はさらにその人とのつながりっていうのがとても大きなキーワードになってくる感じでしたね。はい、なるほど。は わかりました。人とのつながりっていうことがキーワードになってるってことですね。そうですね。そこをどうねあのしていくかによってあの一年が大きく変わってきますし、これから先の激動の時代を乗り越えていけるキーになりそうな感じでした。なるほど。はい。ありがとうございます。まああの詳しくはですね、動画の方でね、はい。いろいろとお話いただいてますんで、そちらご覧いただくとしまして、ぜひね動画もご覧いただければと思います。はい。今日は。 あのちょっとお時間作っていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はいぜひ見てください。はい。